ハローマヒカリです。とんでもない敵キャラを作ってしまいました。これはね、ウルトラマンたちももうピンチですね。はい、その名もカイザージードプリミティブドラゴンです。おお、前回作ったのがドラゴンが入ってない、まあカイザージードのプリミティブだったんだけど、それがまあドラゴンの力を吸収してもう体内から右側に羽、左手に腕に羽、右腕に尻尾、そしてこれ、そのドラゴンの頭部分と足をまあね使った、これね、ドラゴンスティックって名前にしたんだけど、を使って戦う最強の戦士っていうか、もう敵キャラですね、を作りました。はい、もうやばいっすよこれ、超強いからね、うん。ちなみに人形劇にあたってはこの太郎と X がさっきこのね、ジードドラゴンになる前に戦ったんですよ。普通にカイザージードプリミティブの時に戦ったんですけど、まあ動画撮ってないんだけど人形劇でやってたんだけど、時はまあウルトラの星から、まあ、ジードが悪に落ちたということで、まあそのジードを倒すためにウルトラマン太郎と X が派遣されたんだけど、まあまずね、あとねエフェクトパーツも作ったんだけど、これね、これが、この爪を使った攻撃で、ドローンじゃないや、カイザークローカの時のエフェクトですね。でこれが、まあ、このね、ジードはカイザー名前が難しいな、カイザージードはカイザージードプリンティブドラゴンはてかカイザージードはあんまりガシガシ肉弾戦しないんですよ、もう強すぎて。大概はこのカイザーインパクトかっていうね、これ波動なんだけど、波動ブーンって言うんだけど、この波動で倒すんだけど、今回はこの太郎がまずこのカイザークローでやられて瀕死の状態になったわけで、 X がかばいながらまた戦おうとしたら、このカイザーインパクト、名前覚えてないな、カイザーインパクトで2人とも吹っ飛ばされてやられました。はい、もう全く歯が立たなかったね、これはもう最強ですよ、強すぎる。しかもそのさっきはカイザージードの状態で2人倒したからね、その後ね何のねピンチにもなってないのに勝手にパワーアップしましたからね。はい、というのがまあ一応設定ということでね、はい、やっております。でまあこれ作ったやり方としては簡単ですね。この尻尾も羽も頭も足も全部、あ、これ胴体と腕があるんだけど、100円ショップのセリアのドラゴンです。はい、100円で売ってた普通にドラゴンの黒を使いました。はい、別にドラゴンの方はね、まあ赤をちょっと入れてもよかったんだけど、本体がちょっと赤が多すぎるじゃん、だからあえて赤はもう入れずに、まあもともと塗装してあったまんまの状態にしました。はい、なんでめっちゃ楽です。楽でもなかったけどね、この部分とか作るの大変だ。まあこんな間はねスティックっていうことで、まあ棒なんで割り箸なんですけど、まあ腕がね重要ラインを本の覚醒バージョンなんだけど、でこのまあ羽とかをつけるようにあたってちょっとやりたくなかったけど、腕を切ったっていうか腕のに穴を開けるんだよね、大きめの穴両方で刺して、で接着剤で留めた感じなんで、一応ね自立してるんですよ、このスティックなくても。うん、このスティックは自立させたかったんだけど、スティック自体が自立しないんだけど、まあこのベリアルにちょっともたれかか、ベリアルじゃないや、ジードにもたれかかかけることによってまあ立つんだよね、もう取りかけるっていうか軽く触れるだけで立つから、ほぼ立つ。うん、でこのジードはカイザージードプリンティブドラゴンは、自立します、奇跡の。はい、てな感じ。どうですか皆さん、どう思いますか、これかっこいいですよね、これね。総制作費はまあ、ジード本体400円ぐらいだから、ジードプリンティブ400円にドラゴンが100円に割り箸0円に、この腕は重要、これね、ライオンの本の覚醒が50円だったので400、500、550円で作れました。うん、皆さんもちょっとこれできますよ、これすぐ、うん、時間さえあれば誰でもできると思う。このデザインはね、正直ねかっちょいいよね、これ絶対みんな勝てないでしょこれ。正直ジードプリンティブの、あ、カイザージードプリンティブの状態ではちょっとまあ肩の部分がやっぱ物足りないなと思ってたんですよ。はい、
だから完全につけました。本当はこのね、羽を背中にしようと思ったんだけど、羽が小さすぎて、なんか天使っていうか小悪魔みたいになっちゃったから、羽は背中につけずに腕につけました。はい。この後ね、ちょっとね、メルバ前ね、持ってたんだけど売っちゃって、メルバがいれば、メルバの羽とかを背中につけたり、あと問題は足なんですよ。足がなんかちょっとしたなんかおしゃれな靴履いてるみたいになってるから、足がまだ弱々しいっていうか、まだなんかジードプリミティブを引きずりすぎてるんで、もしかしたら足と背中の羽かなんか、かマントかわかんないけど、つけたり、あとは、まあ、ウルトラの父か太郎、ウルトラの父かなのなんか、ソフビとか、なんか汚いの買ってきて、安く、頭につけようかな、あの、ウルトラホーンを。と思っております。そうすればもっと強くなるかな。だからまだこれ途中形態ですね。あと武器に関しては、まあ、こいつをまたね、進化させてってもいいし、また新しいの作ってもいいし、って感じです。ちょっとこれ、やばいっすよ。あんま動かしたくないんだよね。まあ動かしてもボロボロ取れたりはしないんだけど、なんか、まあトップコートしてないっていうのもあるんだけど、ちょっとこの武器をどかして、武器っていうか、なんだっけ名前。ジードスティック？なんだっけ？カイザースティックだ。はい。で、ちょっと裏を回します。ちゃ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 。こんな感じ。まあ、ここはね、尻尾とかレッドキングのなんか食眼とかでも良かったのかもしんないけど、あ、でも後ろ姿微妙かな？いや、ちゃんとね、あの、体の中に入れたんで、あの、外につけただけじゃなくて、ちゃんと切って中に入れてるんで、ほんと内側からメリメリメリって出てきた感じはするんで、かっこいいけど、この腕のこのごつさに比べて、やっぱ背中と足物足んないですよね。まあ頭はまあ、頭もやっぱ角つけたいね。うん、まだまだ、うん、進化の余地があるっていうの面白いね。やべえ。あ、本体の見せてなかったっけ？本体だけ見るとこんな感じ。エフェクトパーツも今回はちょっと厚紙で作ってるだけなんだけど、なかなか面白いよ、エフェクトパーツもかっこよくて。はい、以上です。じゃあまた。Please subscribe.